だらけになってる。よくよく絶対居酒屋じゃないもんこれ。ゴミ映像やな。ベッドキット見る。いい名称本館やな。なんでこんなややこしいとこ行こうとするの。YouTube に上げたら確実にバンされる。もう三面剣のライデン。もう日本人俺らしかおらんじゃん。入ったとか入ったとか。時はあのおばはんがそれで有名なんだ。まあ魚がいい。こういう作業めっちゃ嫌いやん。あれだ島で終わってんねん。ほんまに二人だな。葉っぱ食え。サンドイッチ忘れてんで誰か。ちゃうちゃうこれ。山椒だけで。片山さん、冬靴何履いてんの？俺？うん。ウォーバーのあれ、あれや。アルパインエキスパート？うん。俺もやで。買ってん新しいやつ。俺の2やけどな。片山さんのやつ古いやつやろ？去年のやつや。あ、去年のやつか。あのプリマロフトが400のやつ。あ、そうそう。俺も。あれええやろ？めっちゃぬくいな、これ。うん。今年終わりだね。どういうこと？1年1足やね。1年に1足もらえんの？うん。ほんま、こじきやな。こじき。こじき。こんなもん、うまいこと履いたら10年履けるのにさ、1年に1足ってほんま。こじきって。いや、宣伝効果で言うたら俺の方が絶対宣伝効果あんのにさ。物乞いと変わらんやんけ、そんな。悟空が、重い服脱いだ時わかる？ああ、わかるわかる。ドン！そう、あんな感じやったの。前の液晶切る設定にしとかなさ、あの、バッテリーめちゃくるやん。そんなとこに液晶いらんやろ。考えたらわかるやろ。知るかと。大相撲の設定なんて知るか、俺が。え、ここに何スノーボードいる走ってたの？いや、置いてあったら横に。ああ。レゴのパチモンのプレイモービルって知ってる？スシローのつなぎやあーはははは、あのもじゃもじゃのピークがあるでしょ。うん、あのあそこが一の腰はは、うわ、雪がそんなついてない第一天馬みたいな雪がついてないとこやろ。手前のそうそうそう、うん、ははあのもじゃもじゃまで今日行くん。もじゃもじゃ超える、超えたい、ね、これ奪ってみんなでな、行きたいな。よう気づいたな、みゆき。えらいな、こがちゃん。こがちゃんって言われてたやろ。一番言われてます。いやな。言いやすいもんな、こがちゃん。みゆき、えらい。なんやねん、こないだ来てんのちゃうんかい。間違えんなよ。もうな、しんさんにルーファイ任したら絶対間違えるから。あ、ここやったかいな、って。おい、とりあえずないやん。あ、シンさんさ、しずほいる？いるだけど。いるってなんなん？いや、しずほが、もう、あ、好きな。いや、違う、しずほがもう結婚したいと。誰かと。誰かと。シンさんええんちゃうんってみんなが言い出したから、いや、どうかなと思って。でももう子供作りたないもんな。恐れかな、もしかして。子供もいらんやろ？いや。あいつ子供欲しいからさ。だって今作ったら俺らもう70やで。お成人したら。いや現実しんどいって。まあシーズンはあかんか。シーさんとも喋っとったんだ。でみんなが、シーさんええやんって言うから。いらん、シーズン。いらんいらんとか言い方はあれやけど。言い方はあれやけどな。おいらんって言い方はあれやけど。でもいるかいらんかっていうの話やん。そうそうそう。見て。シーちゃん、向こうから来てくれるの蹴るのもったいないな。あいつほんまにあのコミュ障やからさ、せっかく来てくれたらまずは会うてみて。そうそうやねん。それがだから、うん、YouTube でもう募集しようと思って、うん、あ第2弾。いやもうほんまにシーさんも前やったやん。いや、あそこでやろうって言ってやってないやん別に。あそうや、明神か。明神で。お俺らもやん。あそうや、お来た。いや来るわけないやん。そんなのむしろしょうもないDM が増えた。付き合ってたんですねって。ああ。あの時公開して。あ、そうかそうかそうか。あ、みゆきとな。やっぱりそうだったんですねと。金津園行ったんです。ああ、そのもうしょうもない。じゃあそれさ、ほんま聞くなよな、そこな。どうでもいい。風俗行ったんですかっていう。それはもうアホちゃうの。聞いてくるやつら。ただのあれあれあれあの。体
かわいそうやな、しずほ。しんさんにも振られた。いや、それはしずほが決めることや、そんなん。しんさんが決めることちゃう。いや、しんさんがええとか、あいつ選べる立場にないから。ビレ会場登山がだいぶしんどそうやで。なんとなくわかった。置いとけ。おい、置いとけってどういう意味？登山家一番の感じやけん。うん。まあ置いといたらいい。うんうん。ダイハードさ、どこまで見た？半まで見たけど、さ、脳が逆に覚えてないよ。レディスノーレディスノーレディスノー。一匹かいえ、マザーファッカー。そうだね。これはやばいです。両線の踏み跡もいいんだもん。ほんで。もうシェルの中に雪バンバン入ってくるんじゃん、開けてんねやろ。見てこっちの、その、こっちの踏み跡は。俺ら両線同士で行って。行ける行ける。みゆき、ここ階段つけてるから行ける。だいぶあるな、雪、まだある方やでな、これ。昨日降ってくれたおかげか。タイミングやな。あっつ。登山家死んだ。登山家どう？ちょっとしんどい。だいぶしんどい。10時まだ。10時半。行けんな。ていうか、1泊2日で抜けれんじゃん。なんか。まあ別に1泊2日で無理やりする必要はないけどさ。岩峰抜けたらもう明日はそのまま下れるもんな。うん、まあまあまあ、明日のその願望次第やな。そうそう。ふわるもんな。おう。抜けたらな、願望。そうやで、みゆき。きついわ。きついわ言うな、お前。きついわ言うな、お前。俺もシスパーレの YouTube は見たわ。うまい。おもろかった。シスパーレは NHK が面白いね。DVD 買った？見た？何の？シスパーレの。いや、DVD そんなん買うわけないやん、俺が。人が登ってる山なんて俺興味ないね。いや、あれは見とかよ。トレイルジャスティスか、興味はない。トレイルジャスティスは見る。あの名前はあかんって。ミスったな、俺。いや、ほんま思ったやろ。思うやろ。ちょっとなんか、俺、もう調子乗ってんやろな、あそこで。なんかちょっと熱い俺みたいな、見してたやん。恥ずかしいわ、今見たら。あれ見返すの。登山家の。おお、竹内さん。竹内さん。フォーティンサミットの。おう。ガッシャーブルムやったっけ。おうおう、日本か。あの辺とかもおもろかったな。なだれのやつやろ。うん。人の登山はまあ見えひんな。TJ は見ない。TJ ぐらいやな。あれはもう登山と思って見てないからな、俺は。お笑い番組。うん。今日もあれちゃうの、絶景テラス作れる勢いちゃん。作れる。どう
師匠。お前だか。急に。お前藤本が連れてくる思っとったんだ。なんだお前なんか。完璧。師匠の真似完璧。一個ボーン投げられたんだ。ボーンって。大好きやもん。師匠が。会ってない、長いこと会ってないな、師匠が。俺、師匠の真似、綺麗落ちてない。綺麗、鈍ってない。全然鈍ってない。よかった。最近長いこと見てないから。そろそろ師匠チャージしに行かなかんな。チャージしに行かな。召喚せなな。あ、危ない危ない。俺それでフォーンって足抜けて落ちたからさ。あぶね、あぶね。おい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 、無理すんなよ。そのまま後ろひっくり返ったらもう下まで行ってるやん。ひねった？わあ最高やん。山頂は風ありそうやな。あ、まあでもそうかな。まあ稜線はな、多少あるわな。登山が大丈夫？まあまあ疲れてる？これ通ったら上からちょっと落とされるとか。ピッケル欲しいな、確かに。フォールラインは気をつけてな、みゆき。うん。師匠で言ったら？フォールライン入ったらダメだよ。お前なんだ言ったらなんだよ。雪は落とす。めちゃくちゃ似てんねん。めちゃくちゃ似てんねん、ほんまに。おお、すげえな、こっちも。町やけど。あ、町ちゃうか。浅間山かな。今年新さん当たり年しちゃう。当たり年やね。なあ、今年の冬山はもう当たりばっかりや。まあこれピッケルやな、本来な。そうだね。この前ここでピッケル出した。でもこことこの上でもう一箇所だね。ああああ。クリスマスの店用に比べたら平やな。そうだね。せやな、あっこはもうピッケル、ピッケル出そうか。うん。みゆき、そこ危ないからさ、ピッケルで行こう。ピッケル出そう。はい。登山家がめっちゃ手こずってる。はい、ダブルの方が良さそうやな、ここ。めっちゃアイデンもバイルも決まるな。ああ、うん、登山が全く進んでんだよ、ここから。あ、来た来た。やたら苦戦してんねん、あそこで。ここ上がってくるまでちょっと見とこうか。ここで落ちられたらもうたまらんやん。登山が何起こるか分からへんやろ。ちょっと下まで。うんうん。足くじいたって言ってたからさ。片山さん、ピッケルいいんだよ、そこ。うん。超絶景やん。おう、えげつない絶景ですわこれ。おら、どこではんの？あの向こうのもっこりぐらいまで行く？もっこりか、あのもう一個先かだ。あーはははは、ぐらいまで行けんちゃう、全然、うん、時間余裕やしな。てかな、多分30分ぐらいで行けんじゃん。これ30分で行けんな、あそこまでは、うん、このピークまで行ったらいいんじゃん。あ、いやな、あで、こっちに行くんやろ、俺ら。そうそうそう。だから、こっちに行く手前で張ったんじゃん。なあ、あそこまで行ってた？明日だいぶ楽やろ。あっこまでほんま、多分あと1時間で行くよ。余裕や。あるある。だから、まだ最初の先行パーティー、もっと先まで行ってんねん、多分。あそこもずーっとトレースあるからさ。うん。ちゃんとせえよ、ほんま。いつまでふざけんねん。みゆきも言えん、もうほんまに。ちゃんと言えん、もう。ウェブ用の写真やろ？これあかんわ。公式ページちょっと今日やめるらしいな。何？これがあかん。やだな、今日やめるわって。こ、アホちゃん、ほんまに。いやでもこの絶景でさ、これが眼しくて目がもう開けられへんもん。
このサングラスも。でもその色音で見よう。全然ちゃうな。え？つけるやつがあった。全然ちゃうな。違和感ない。違和感ない？俺が。全然違う。サイバーな感じ？うん。色もバッチリや。なんかスノーボーダーみたいな。シャイシャイもう自然にしろってもうふざけんなよ。ウェブ用の写真やで。カメラ目線あかんで、ね、ちょっと この辺見るとかさ。あるやろほんま。考えたらわかるやろ。なんで下だよ。せやな。なんで下やろ。街みんな。何もあかん、何もあかんやんけ、みゆき。もうちょっとこっちの、もうちょっと顔こっち。みゆきさんも、作ってもらわなあかんし、ロゴも作ってもらわなあかんし。ロゴ作ってもらわなあかんってどういう意味？みゆきさん。みゆきのロゴを作るの。みゆきっていうロゴを作るの、俺が。意味わからん。どんなロゴやねん、それ。えーってなるやん。そこ避けちゃうんやろ。いや、それもおかしいよ。なんで先やねん。いや、弟子やから。こないだどこまで行ったの？ここ？うん。舞妓か、俺。そうやな。うん。俺が踏んだら、まあまあ。全然違う？全然違う。あ、俺が踏んだらってこと？八幡ちゃんの後ろ、最高。おー、怖っ。足はな、割としっかりしてる。うん。まあこっちやから、俺らが目指すのは。そうやな。うん。ええ感じでできた。プロモンター。今の試合できへんわ。今日はもう現場監督おらんからスムーズや。うるさいやっぱ。今日も。うん。監督そんなうるさい。この辺高い。うるさい。めちゃめちゃうるさいで、監督は。よしとやんか、ミクさん。アクサル？もう一本。どうも。しますか。宮脇さんは結露しないですか。だお前これ食っとけ。だけあれもう雪ついてないやんか、うん、だから巻くんじゃん。あれもんないよな。靴のとこほっとく。そうだ、ね、なあ時間あるしな。ちょっと降りるんじゃん。じゃもうしんどいわ。勝てあれかかるか。はい、早っ。場所だけ決めといて、あとほっといたろう。こうやってその辺の取って集めてきたらこれちゃうかな。欲しいんじゃなくて取りたいに。そう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 。いや、そういう話しちゃえやん。ほっちゃあ何してんの。なぜやほとんど行ったやんけ。
ノリだらけで俺の足。横の小敷何これ。こっからこうやって食えるかな。海のあの前わかめ食うてるみたいな。もう粉だらけ。アホかアホか。これはそういうコーヒーちゃうじゃん。本気になってんの俺。アホな。あいつの条件60以下やから。好きなの。もうこいつの知り合いもろくなやつおらんやろなと思う。それは思うやん。それは思う。俺のスペース15センチ。あの俺にも影響してくるからな。どっちのマットも俺使ってるからな。なんでそんな上上げんの。マット枕ここまでいるで俺。今歌うよ。今歌う。俺もう日大だろ。あとな、一番おもろい男はあのっていうな。知ってる。あれね、あいつやばいやろ。あの超絶ナルシストの、めちゃくちゃナルシストで、もうめちゃくちゃポエマ。知り合いなの。うん。それが全然可愛いのやろ。うん。いや加工してるからやろ。その、うん、全然可愛い。じゃあで上がってくんねん。なんかおすすめに。知らないな。これもう全部実名で。あかんって。二人とももう左前で。その瞬間はすごい辛がるやろな。